ないでください。依頼料は僕が代わりに支払いますから。え？でもそれじゃ僕、皆さんには本当に感謝しているんです。皆さんが戦っている姿を見ていたら、なんていうか、僕も頑張らなきゃって気持ちになってきて。ジャン君、僕、やってみます。おじいちゃんが僕のために残してくれた鍛冶屋を立派に継いでみせます。